石道路切れ古鉄東名町曽根教佐と入道小通石道路切れ東名町曽根教佐と入道小通漢文五年十二月十六日山野開門六十八歳 a 久四津道切断東京富士美術館蔵東名町曽根教佐と入道小通非全国鍋島市伝来特別重要統憲庁曽根教佐と六月二十四日は江戸時代の投稿。 1797年に出版された、懐宝拳尺で、最上大行物筆頭に選ばれた投稿である。提発して、入道名を古鉄と名乗った。長曽根古鉄教佐と、長曽根教佐と古鉄あるいは長曽根教佐と入道古鉄とも称される。一般には、大見国曽根村出身とされるも、大見越前両説が存在する。もともと長曽根一族は、 雑丹屋の集団で、甲冑師を制御としたが、50歳頃に京里とは、江戸に移住する。泉守兼茂主を師とする説が定説とされている。神道第一の名工とされる。作当時期により、古鉄を表す名には3種類あり、古い作では、古通次に、羽虎と呼ばれる、古鉄最後には、和古虎と呼ばれる、古通の漢字が使用された。 ありがとうございます。